始まりました。切れてますよ、切れてますよ。切れてますか。いきます。俺の仕事の邪魔するなってなってる。大丈夫。いくよ、いくよ。はい、行こう行こう行こう。はい、お願いします。アップバンクストアで食べれる食品グッズ一気決め企画スタート。あれが1万食ぐらいもう2、3週間でパッと売れたからって調子に乗り上がって、ライブも売れてるからどんどん作りますよ。ミスパも何十万も売れてるからって。そうなんです。で、最近ですね、Z ちゃんちの、バームクアップルバーム、あー、はいはい、あれ Z ちゃんち企画がね、めっちゃね、良くて、Z ちゃんちアップルバーム、いつ行っても売り切れで売っとらんやないか。大変なんですよ、あれ。頑張って作ってますから。じゃあ、行きます。はい、で、自己紹介させてください。あ、すいません、はい、アップバンクスターウェブ店長の伊沢。ありがとうございます。自己紹介じゃないです、紹介させてください。アップバンクスターウェブ店長の伊沢、謎の新人 A、 よろしくお願いします。マミルトン、こんにちは。トシ君、お願いします。 S 島ないし大島ないし島ドン。名前いっぱいあるの。いや、どれがね通りなのか分からないんだよ。分からない。あ、全然もいいっす。なるほど。まあ、大島くん、大島くん、はい、以上で今日はですね、はい、こんな皆さんにいろいろ食べていただいて美味しいと思うものを実際に作りたいなと思いますので。あ、じゃあ今食べるものは全部は全部商品化決まったものではない。ない。ただまあ結構美味しいと思われるものをお持ちしましたよ。まあすでに一定の厳選はここに来るまでには、はい、いろんなとこからいろんなものが来ますので。で、1個まずですね、じゃあ初回いきましょうか、はい、これあの見ていただくと分かるかな。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、私の机をココアパウダーだらけにしたな。チョコ餅でございます。チョコ餅美味しいです。ただのチョコ餅ではございません。ただのチョコ餅ではございません。ロシアンルーレッティ。いいリアクションしてくれますね。ちょっと画面に近づけてもらっていいですか、伊沢さん。もっと画面にカメラに近づけてもらっていいですか。これロシアンルーレットチョコモッチ。チョコモッチ、中には唐辛子が入ってる。辛い、ごめん。マジだ、マジか。辛いのダメな人、辛いのダメな人。はい、これはロシアンルーレットだな、まさに。伊沢、ちょっと近づけてくれ。お願いがあるんだ、もっと近づけてくれ。一個だけ色違うんだ。色違う。これね、これ何でしょうね。これ何なの、それ。ちょっとわからないんで、これは私もわからないんです。ちょっとやってみましょうか。はい。はい。じゃあもう一人ずつ前に出て。そう、選んでてくださいね。そうですね。はいはい。どうぞ。順番に食べるんだよね、ロシアンルーレットってことはさ、銃があって。そうだ、そうだ。バーン、バーン、バーン。一個だけ。ね、2つ入ってます。あ、2つ。じゃあただ量はある程度あるから2周するかもしれない。当たるまで、当たるまで食べてセーフ、みんなセーフとか。まあまあそうですね、当たるまで一巡して誰も軽くなかったらそれはもう責任者の伊沢が罰ゲーム。わかりましたよ。あの、ちなみにね、ここにね、あの見てください、別のものがあって、これ全部唐辛子。おー、これをじゃあ私食べます。実際の辛さ、実際の辛さはね、チョコの無駄遣い。さあさあさあ、じゃあ村井さんから、こっちからもいっちゃいます。はい、2個でしょ、余裕だな、絶対当たんね。ちなみにね、私はね、今までね2回ねこういう商品食べました。1回目で毎回当たりました。いただきます。ナイス。せー、そこでいいですか。どうぞ。これ商品化されるときはこのロシアンの形で商品化されるってこと。そうです。じゃあ辛いのももちろん入ってます、入ってます、中に。さあ、まあ何個入りにするか。ただの大学生乗りの商品やないかこれ。でも大事ですよ。何が大事なのかちょっと分かんないですけど。遊び心。さあどうだ。え、曖昧じゃないんだよ。ん、辛い。ちゃんとわかりますよ。ちょっと辛い。あ、じゃあ違うかも。ちゃんとわかるなら違うかも。セーフ、多分。セーフ。ちなみに、その大島くんの戸惑いも私は理解できる。はい。思い込みの中で辛かったらどうしようって思いながら食べた。はいはいはい、はい、甘さと辛さは、はい、変な、もう表裏一体みたいなところがあるから、はい、舌が鼻からもうビビってて、脳みそって勘違いしますからね。だからこれは甘いんだなって思ってから、あ、うん、甘いみたいなところまで一瞬戸惑いがあった。うん、ただ今ここまで食べたら大体わかりますから。はい、美味しい、美味しい、美味しい。ちなみにここ触んないように、あんまり触らないようにします。はい、あ、こういうの下にちょっとマイクがある。僕触りがちなんで。はい、じゃあ触りがちなんで。トさん、このなんか色色ついたやついってみて。チョコがそうでしょ。かかってるか美味しい。出していただいて。
僕のそういう役割今回初めて。いや別にそんなの求めてはおらん。え、でもこれ多分チョコがたくさん塗られただけですよ。そうですそうですそうです、きっとね。こんな感じ。それ明らかにおかしいよ。そんなことない。いいですか、お願いします。え、マジ、それではない。やばいやばい、マジマジマジ、え、マジか。絶対それだと思ってた。絶対それだと思ってた。おいしい、よかった。おお、私こういうの結構マジで引っかかるイメージあるよ。あ、マジっすか。甘い、辛い、あー辛いっていうのをちょっと想像してた。さあ、ここまでセーフが続き、この謎の新人 A、 いきなり、いきなり謎の新人 A、 ロシアルルーレットに。そうなんですよね、これ。いや、今8分の2まで来てます。だから4つに1つがなんと辛い、はい、ね、辛い。多分そう考えると結構辛くないですね、まだまだ。お、なんだ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 、ちょっと待ってください。何度パワーみたいな。いや、じゃあもうこれいただきます。あ、お、決めた。端のいただきます。あー、おおせえ、もうこの時点でさ、俺じゃん。ちょ、もう一回やる。もう一瞬しますか。もう一瞬かよ。あ、わかりましたわかりました。そしたら、ま、てかまず伊沢やれ、ね、まず伊沢やれやん。これですよ。まず言ってもらっていいですか。いただきます。うん、うん、うまいやって、うまい。なんだよー、古い一巡目の時間。これもう一回言ったらもう、もう多分だってこの辺で当たるんじゃない。 100%、うん、だって、え、大丈夫大丈夫。もう6個しかないから、1、2、3、4。あれ、味甘かったっすよね。うーん、多分。あ、じゃあ、うん、ちゃんと入ってるやつなんで。多分ですよ。多分もう完全に甘かったけどね、食べたやつ。2巡目は女性陣免除でもいいよ、私。あ、じゃあやりましょう、男性陣で。まあでも多分どうせきっと当たるです。あ、うん、じゃあ女性陣免除じゃなくても。一体食べてからにしました。うわー、すげーすげー。これマジかよ。ちょっと。え、え、え、辛い。よっしゃよっしゃ、よっしゃー。ちゃんといるんだぜ。水で大丈夫。え、そんなに辛い？結構辛い。ほんとね。想定しなくて結構飲んだってことですか？最初はね、実はね、甘いのがくるまれてるから最初わかんない。そうそうそう。なんだこの辛さ。結構辛いだろ。唐辛子じゃないですか。うん、唐辛子がね、ずっといるんですよ。ずっ、うん。でね、チョコムースとね、合わせるからね、なくならない、なかなか。いや、口の中で、パッて飲み込めない。あ、ずっとまとわりついていて、結構辛い。辛い。いいでしょ、これ。今朝ジム、今朝ジムで飲んだアミノバリューの鈴木のも。行く？これ。ニコ生はいいから。大丈夫だよ。もう毎週行きますか。もう大丈夫。もう大丈夫かな。いっぱいある。あとね、ちょうどね、ちょうど5個ある。ちょうど5個だね。おー、5人に1人が。行きましょうか。行くのか。あ、でもね、そこまでね、はい、やばい辛さではないよ。そうです。その、あーでモザイクかかってバケツみたいな感じではない。そこまではもちろん全くそういうんじゃない。お楽しみできる。それ言っちゃうとね、ちょっとあれ、あの大学生のエンジョイレベル。よくわかんない。いいですか。どうぞ。事故らないレベルですね。あ、何を感じた。何かを感じた。指先を通じて。でもちゃんと分かりましたよ。明確。どういう話か。いや、あのね、全く違う。俺ね、ぶっちゃけもうトースターのやつだと思ってたんだよね。そうなの。色違うもん。そんな分かりやすくないの。どっちだよ。え、どっち。
辛いの苦手って言ってもうみんな手挙げてましたからね。辛い。じゃああと甘いのどうぞ。やったー。美味しいの。安心して食べて。まあでもたくさん食べるものなんで。いただきます。実際これはね美味しいのでどうです皆さんこれ楽しかったですか？うんうん、これ商品化してどうです？どうしなくていいですよ。お辛いし。どうだろうな、ちょっとコメントでちょっと判断しよう。そしたら、うん、皆さんコメントください。一商品目。まあ指をどうぞ聞いていただいて。あでもねうまい。いや美味しいです。甘い方は問題なく、うん、甘い方は甘い。いや、辛い方もこれね、多分辛いの好きな人は美味しいですよ。チョコと唐辛子変わりました。それをその言葉を信じて、はい、本当に本当に。はい、1商品目。はい、おい、そうかな。よし、次はもうあとは安心して真面目なっていうか、うん、じゃあ2商品目行こう。行きましょう。ダックワースって聞いたことありますか？ナイスナイスナイスか。それはね、ちょっとね、分けしてほしいんですけれども、ダクワスって言ってちゃんとカメラに向かって伊沢さんお願いしますね。あ、そうなんですよ。ちょっとこれね、あのサンプルの名前が書いてあるんでね。あ、ダクワスっていう、ちょっとね、説明難しいんですけど、ちょっとふわっさくっていうお菓子があるんですね。で、いろんな道の駅とか、特産品とかでよく使われてるやつで、すごい食感がいいと美味しい。いろいろご提案いただいて、今回ちょっと作ってみようかなと思っていたので、皆さん食べてみてくださいっていう形です。じゃあちょっと開けてもらって、じゃあ女性陣半分に分けてもらって、あ、これ2つ2人です。はい、どうぞどうぞ。あー、なんか見たことある。見たことあるでしょ、ダックは。お菓子の詰め合わせ。そう今ね、一応ヨーグルトとシナモンの味はあるんで、食べ比べしてみてください。うまそう。これ本当美味しいですよ。これシナモンです。ヨーグルト、シナモン、ちょっとまず半分。ね、食感がね本当に美味しくて、お土産とかに持っていくと、あんまり名前知らないじゃないですか、うん、結構喜ばれます。これ初めて知った。ていうかうまい、うまい、めっちゃうまいの、これ、うん、めっちゃうまい、すごいうまい、うん、美味しいですね。うん、てて早い。はい、いや絶対こっちの方がいいですよ。私ヨーグルトもちょっと食べたい。あ、どうぞどうぞ。手でちぎったんで気になさらず。ヨーグルト、ヨーグルト。あ、実はです、なんか食べた食感とか考えてみて、いい、ね、こんな味だったらどうなのとか、こういうのあればちょっと調整できるかもしれない。完璧、100点。完璧。ヨーグルト、シナモン、どちら？ヨーグルトです。ヨーグルト、よかった。100点。どっちもうまい。どっちもうまい。あ、じゃあ結構いろんな味出してもいいかな。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。うまみさん、先生どうでした？私ヨーグルトしか食べないんで、ヨーグルト美味しい。もうシナモン、かじってないです。指でちぎっただけなんですけど、いってみますか。美味しい、美味しい。うん、すごいね、意外に知られていない美味しいお菓子。美味しい、シナモンも美味しい。好きかもしれない。うん、シナモンの方がなんか大人、うん、なんか紅茶に合うかなっていう感じかな。あ、はい、ちょっとお高級な感じ、ね、そうです。本当に美味しいんですこれ。はい、いいですね。反応すごい良かった。いや、すごい美味しい。あ、じゃあこれ Z チャンスシリーズでちょっとやります。おいし、チョコ持ちの美味しいが嘘だったのがバレるほどリアクション違いましたね。爽やかな空気が流れている。チョコ持ち目玉やで。じゃあ次行きます。サクサク行きます。ちょっとね、デザインもちょっとしちゃったんですけど、レッドちゃんちのとろけるプリン。プリン、おいしそう。期待、期待。リンゴです。わー、リンゴ入りプリン。じゃあですね、これもね、いろんな味あるんで、皆さん、ね、いろんな味があるの。カスタードとかヨーグルトとかミックスフルーツとか、ちょっといろいろ作りました今回。こんなん、この人数でワイワイ食べてたらどれがいいとか決められんで、なかなか。そうですか。そうじゃない。まあご意見。はい、ご意見、ね、ご意見、はい。これ残りの全部は一緒？書いてあります、全部上に。いろんな味が。いや、その Z ちゃんのとろけるプリンシリーズで残りってこと。そうです、そうです、全部一緒です。ってことはじゃあ3種類なんだ今回。そうです、今回3種類。チョコもち、唐辛子入りチョコもち、はい、
ダックワース、ダックワース、とろけるプリン、プリン、はいはい、はい、じゃあもう食べたいもの食べましょうか。そうです、食べたいもの食べてください。はい、皆さんどうぞ。じゃあですね、皆さんそれから何味を食べたいかっての言ってから食べてくださいね。皆さんもちょっとね、スプーンめちゃくちゃやがん。1個ね、これありますから、1個いただきます。フォークおかしいでしょ。これもあるから、これも。はい、どうぞどうぞどうぞ。私これがいいよっていうのね、無難なの。マミルトンさん、ミルク味リンゴじゃん。おーざす。ミルク、誰、何にもわからない、何にもわからない。とりあえず今マミルトンさんはミルク味リンゴ入りをお手に。チェンジもあり。チェンジもあり。マミルトンさん、じゃあ謎の人物 A ミックスフルーツプリン、はい、そこチェンジして適当に味を、はい、あーなるほど。シェアシェア。あとね、カスタードリンゴ味もデザインがいってるんでね、これちょっともらった。じゃあ私、はいはい、リンゴが入ってるやつ、ヨーグルト。まあ男性陣は男性陣にあれでわしゃわしゃわきわき。村井さんがそれ言ってるんだったら、じゃあ いただきますミックス。あ、そうか、一緒なのか。カスタード味、ミルク、あ、違う、カスタード味のリンゴ入り。すごいプルプル、てか色全然違う。これ何味だった？プリン、ミックス。プリンなんですかね、これ。プロプリンという。プリンに見えない。ヨーグルトのフォーク。プリンだね。ちょっとマミルトンさんもカメラの前でちょっと見せてやってくださいよ。これはミルク味リンゴ入り。はい、マミルトさんはこれです。ちょっとベージュ。マイカ、そっちにないですよ、ベージュ。カスタード味リンゴ入りと全然雰囲気違うな、うん、あ、固め。え、プルプルですか。実はね、今回ね、あ、よくいいとこでいい2つが出ましたね。硬めとプルプル目両方今試作しております。そういうこと。どっちがいいかっていうのが分かる。プルプル、しかも、うん、すりおろされたであろうリンゴがプリンに入っていて、はい、下にリンゴそのものが入っている、はい、ゴロッとリンゴが下にゴロッと入っていて、かつ上の方にすりおろされたリンゴが入っている。本当だ、リンゴ入ってる。あ、こっちに使ってみて。ミックスフルーツも入ってる。あ、ヨーグルト。あ、入ってる入ってる。本格プリンでございます。結構贅沢に作ったね。そうですね。よく売られるじゃないですか。トロトロや。結構我々なんかそんなにやるのっていうのやっちゃう、ね、うん。カスタード味リンゴ入り。誰か食べたい人。ミックスフルーツ。ミックスフルーツ。これミルク味リンゴ入り。あ、プリンだ。これゼリーだ。これプリン。うん。全然違いますね。これゼリーだ。ヨーグルト。フルーツ牛乳。やっぱカスタードは、うん、やっぱりね、美味しい。うん。カスタード。いただきます。味がするんですね。うん。プリン。今回ね、こんだけいっぱいいろんな食べ物が出てるというのも、アップバンクストアの2階ではですね、お土産、新宿お土産プロジェクトが進んでおりまして、どん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 いろんな食べ物が出ておりまして、非常に好評でございます。まさか新宿における名物を狙ってるな。そうでございます。新宿名物、新宿といったら我々が先日あの小樽に、小樽に行った時にタルトの小樽ルタオ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 、うん、ルタオルタオ、あれを狙ってるな。あれこまで行けたら最高ですね。ずっとちゃんちゃんの中で言ってるのかな、なんちゃらおばちゃんのクッキーとか。あるね、あのカントリーメイド感もね。これいくらぐらいになる予定なんですか。ちょっとね、まだ調整中なんですよ。ただお買い求めはしやすいかなとは。でもね、プリン、うん、大好きなんですよ。おお、コンビニの、いろんなコンビニのいろんなプリンを、うん、食べて、うん、一人で評論してるんですけど、はい、これがね、うん、200円ぐらいだったらね、うん、満足。おお、満足。200
ヤクルトですね。頑張ります、うん、ありがとうございます。100円プリンとかの競合がいるみたいな。いや、あれよりうまいですよ。あれよりは美味しいよね。全然美味しいです、うん、あのいや、結構濃厚重厚、はい、あのしっかり味があるし、あとミルクプリン味とカスタード味は全然違う、別物、はい、ちなみにフルーツプリン、フルーツプリン食べてみてください。もう全然違う、全然違う。てかごめんなさい、結局なんか女性陣と男性陣で微妙に分けたにもかかわらず、適当にもしよければ、あのね、はい、全然違う。ちなみに皆さんどうでしょう、あの、なんでこんな違うの、そう、硬いのってどっちが好きですか。私柔らかいのがいい。柔らかいの、あ、柔らかいの、柔らかいのですね、そしたらね、硬い方がいい、硬い方がいい。プリンか、今2-1。あ、どう、どうでしょう、硬い方がいい。あらあらあら、こっちだ、マックスの普段どっちが好みかとは関係なく、お土産感がより溢れるのは硬い方な気がする。そうですね、その私が一番最初に食べたこのカスタード味リンゴ入りの重さというか、うんうんうん、なんか密度の濃さみたいなものはよりお土産的な感じがする。なるほど。日常のコンビニで買うのとはまた違う。ここにずっとコンビニ評論家、コンビニプリン評論家の大島くん、やっぱり柔らかい派、好みですね。わかりました。ちょっとこれは検討しましょう。味どうですか。でもどうせ1種類だよね、こんなんたくさんあっても。そこもね、まあ検討しますよ。あ、5種類入りとか、うん、もちろん 3個入りぐらいがちょうどいい。どういう風になるかっていうのは今、まあ、まだ企画スタートの段階なんで、これからどうするかっていうのは、まあ濃厚なんで単品売りとかありかもしれないですね、うん、はい。なんかあのスーパーで3個パックでくるまれてるやつっていうわけではなくて。なるほど、ね、はい。めっちゃ吟味してる。味どうでした。どれが、私これ、俺これが好きってなる。カスタードですかね。カスタード、同じくカスタード、ストレートな感じが一番美味しかったです、うん、あ、カスタードリンゴね、うん、私今5種類食べたけど、カスタードかな。女性陣いかがでしょう。これは2種類しか食べた。あ、そうですか。ちょっと参考にならないかもしれない、うん、でも味は美味しかった。美味しかった。そしたら、まあ、ただ正直このカスタードのこの重さみたいなものに対してなんかもっとプルプル感が欲しい。それは演出だけの話なんだけど。そしたらみずみずしさというか、柔らかい方はプルプル感ありますから。ただ食感とか味とかに関して言うと、私はこっちの方がお土産感というか、なんか、まあ、贈答でもらうか。そう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 、はい、行ってきたよ、新宿行ってきたよって言ってもらうみたいな、うん、そのパッケージとかも多分結構いいパッケージになるでしょ、デザインが、はい。そこの中身としてイメージするんだったら重い方がいいんだけど、お歳暮感ですね。だから見た目的にもうちょっとプルプル感も欲しいかなみたいな。プッチンプリン的な。わかりました。ではでは、ちょっと、うん、そうだね、そうだね、プッチンプリン的な、ほとんプルンプルンだよね。そうですね、うんうん、こういうやつ。そう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 、プチン、ほとんプルプル、そういうそういう CM っぽいの撮りたいですね。撮りたいですね。撮りたいですね。ああ、なるほど、うん、それ CM 撮りましょう。いいですね。はい、わかりました、はい、皆さんご協力をありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらのご意見を参考にして、これからまた目標は、発売の目標はいつぐらいだとか。まあ年内頑張りたいなって感じですね。冬休み12月12日。あ、12月12日、石川県、ファンミーティング。ファンミーティング。ファンミーティングに間に合わせるのがあったら最高。素晴らしい。よし。間に合えば最高。よし、頑張ります。はい。はい、ということで、今回、アップバンクストアの Z ちゃんちのシリーズ3個。第1回、なんだか。チキチキ。チキチキ。そうだったっけ。みんなで、みんなで、そうだったみんなで、いろいろ食べよう。食会企画でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。
また、金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方は、ぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが、私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。何だと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おい任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。